フランソア・アベルドネは、フランスブザンソン出身のサッカージャーナリスト。1987年開催のサッカー U-16 欧州選手権を含め、フランス U16 代表としての出場経験を持つ。なお、同世代のチームメイトは、ファビアン・バルテズ、リリアン・チューラム、ロベール・ピレスなど、早々たる面々で、対戦相手にも、パベル・ネドベドがいた。怪我により、 プロ選手の道は断念するも、地元ブザンソン大学を卒業後、フランスの高等教育機関のパリ高等、ジャーナリズム学院に進学し、ジャーナリズムを収める。地方紙の記者や TV 局のスポーツ担当を歴任した、後に1993年から、フランスフットボールの記者であり、過去には、バロンドール選定事務局も務めた。1年より、フランス国内のジャーナリストにおける、 最高位、グラン・ルポルテールの一人であり、2年からフランス代表版付き記者である。日本のサッカー雑誌ワールドサッカーダイジェストのモノクロコラム、ザ・ジャーナリスティックのフランス編を担当しており、取り上げるテーマや文学的表現は読者からの支持も高い。ありがとうございます。